午後0時30分です。はい、どうも、始まりました。あ、このままこの曲かけ出ますよ。はい、皆さん、カマンクボのね、曲ですよ。前を向いてっていう、虹っていうサブタイトルもついてますから、皆さんいっぱいこれ、もっと、宣伝していきたい。お願いします。なんかこれをね、いろんなところにリクエストしてほしいです。もちろんですけど、音源はすごくたくさんサブスクに載ってますので、どの曲のどのところからもかけれるっていうね、リクエストを、他の曲でも、この曲でも、いろんな番組に、この前を向いてカマンクボかけてください、言ってください。あ、もうちょっと話がだいぶ、先に行っちゃった。ごめんなさい。今日の一言、知見で3桁。何言ってるか分かったかな。知見で3桁言いました。で、今日本日のツボはですね、すんの、あ、もう一回行こうか。すんのツボです。何言ってるか分からへんかもしれんけども、すんのツボです。今日も東岸和田駅出ましてですね、ちょっと歩いてきたんですけども、あれですよ、大根なくなったからちゃうかなってちょっと思ったんですよ、カマンクボは。だから鳩がいない、ほんといない。で、なんでなんで、こんな晴れ、まあ、晴れてる、ちょっと曇ってるけども、まあ、少しはなんかここ2日ぐらいか3日ぐらい前からかちょっとあったかい感じやったのに、まあ今日はちょっと寒いんですよね、肌寒いんですけども、まあでも晴れてるっちゃ晴れてる、まあ雲は多いけどっていうぐらいのこの天気でも、鳩はゼロ羽なんですよ。まあ、大根なくなったからちゃうかな、寂しいな。大根の前で自転車整理してる店員さんたちがね、おばあちゃんおじいちゃんが来た時にすごい優しいのを見かけて、あ、ほっこりするなってずっと思ってたのにね、亡くなって残念なんですけども、はい、ね、3月、21でまんちゃん解除になりますね。まんちゃんっていうのは違う方からのね、お便りで、あ、そういう言い方あんなと思ってあえてしてみました。まんちゃん、もう一回行こうか。まんちゃん、はい、解除になりますね。言い方よね、これね。まあいいんですけども。知見でね、3桁っていう今日の一言やったんですけども、知見で3桁もらえる噂についてなんですよね。これはまあ、信憑性あるんですけど、まあまああるんですけどね、そういう筋の方から聞いたから。まあ要は昔よう流行ったんじゃないですか、アルバイトみたいなね、その知見のアルバイトみたいな話をしてたんですけどもね、その筋の方と、はい、どの筋か分からんけども、まあその筋の方としとったわけですよ。で、なんかまあサプリ、まあカマンクボ、そのまあおうち時間がすごく長い時があったから、なんかバイトとかした方がええんちゃうか思って、でそれちょっと調べたら、ね、知見 .com 的なやつとか出てくるわけなんですよ。もうこれ今調べてもらってもいいんですけどね。だからその知見で、まあ、割とサプリとか、まあ、健康食品とかで、ちょっとした薬とか軽いめの、第2第3ぐらいかな、医薬品の薬の、まあ知見なんですけども、それやったらなんか2日行ってで、なんか、どれぐらいだったかな、3万とか1万5千から3万円ぐらいのやつが、まあ、結構多いんですよ。でそれを見てて、そういうことありますねっていう話をねしてたんですけど、そしたらなんか、って言って、まあ、その筋の方が、3桁ぐらいもらえるやつとかありますよ。マジですかと。知見で3桁やばいですね。でもなんか、まあ、それはもうその、なんて言うんですか、骨を折られるとかですね、その軽い感じじゃないんですよ。もうがっつりなんか1ヶ月入院とか、なんか本当になんか感染させられ、なんかにこう、今ね、コロナとか流行ってるけど、そういうちょっと病原体みたいな調べてるやつに感染させての治療をするみたいなのが、まあそれは3桁いくかって、ちょっとまあ、それこそほんま40代50代の方がそんなんしたらちょっとやばいんじゃないかっていう。でもね、カワンコちょっとそれを聞いて、まあ噂なんですけどね、これね。で、それを聞いて安心したんですよ。なぜならですね、まあ
まあこうやってね、ちょっと安定してない職業をカマンクボもずっとこの人生生きてきてるわけなんですけども、そうなってくると借金とかね、しなあかんとかなったらね、あ、そういうやり方、返済の仕方あるなっていうので、ちょっと、気持ちが楽になるんですよ。行くかどうかはちょっと置いといて、なんか、そうそう、カマンクボね、その一番最初にお店をやった時に、あ、なんかもう4ヶ月ぐらいね、赤でね、すごいその時にまあもう、涙涙のお話があるんですけど、まあそれちょっと置いといてですね、昔言ったかもしれんけど、ふと、それまたその違う筋の方が言ってはったんですけど、筋多いな、筋の方が言ってたんですけど、何ですか、まあまあこういう仕事あるよっていう、今の知見の話じゃないんですけど、こういう仕事あるよっていうのが、SM 上の、まあなんか、かなりその、また違う筋の、方を、こう、芝居てると、まあ、1回3万とか4万ぐらいもらえるみたいな。あ、それで私ちょっとね、気持ち楽になったんですよ。あ、じゃあ、人をそうやって芝居て、SM のことをして、で、3、4万もらって、借金返せるっていう道もあるんだと。で、まあ、結構車検してもいけるっていう、なんかちょっと不純な考え方をしたんですけど、あ、まあこれで、その機能の違う筋の方で聞いて、その知見で産業でもらえるんだったら、あ、いけるわっていうね、ちょっとね、安心感がね。まあどこで安心してんねんっていう話なんですけど、はい。っていう話なんですよ。それでまあ、今日の一言で知見で産業だっていう話になりました。で、今日本日のツボはですね、長なりましたけども、すんのツボなんですよ。で、まあ、まず、すんちゅうのは何かなっていう話なんですけども、すんとはですね、まあね、マグロとか釣るじゃないですか。まあ、マグロじゃなくても、サバでもええんですけど、カツオでもええんですけど、マグロ釣ってですね、まな板にこう乗せます。で、それ、ね、乗せて、乗せるまではビチビチ打っとったのに、こうパッて乗せちゃったら、すんってなるやんっていう話なんですよ。それね、まあもちろん下の意味もありますけども、まあこの気持ちがスンって冷めたりとか、なんか気持ちが腑に落ちて静まったりとか、スンってするっていうことについて皆さんで話し合っていこうじゃないかと、今日はお便りの放送なので、ぜひこのスンについてのこのツボをね、皆さんこんなんあったよっていうツボをね、お便りしていただきたい。で、もなんで YouTube で聞きます。あ、聞けないんですね。まあいいです。私も、そういう時あります。すいません。さて、だんだんと春めいてきましたね。おっさんも春はルンルン気分になります。あと何回桜を見れるか、あと何回女を抱けるかとか、ぼんやり考えてます。えらい考えてますね。とか、カーマの FM 聞きました。前を向いて虹、改めていい曲ですね。いろんなところを向いて頑張ります。いろんなところ向くんですか？前向かないですか？まあまあいいんですけど、人それぞれですか。もう一個ちょっと追記できてはりません。どうも仕事の休憩中、中西成でいいんですかね、これは。中西成じゃなくて、中西成の公園で聞いている山田ジャックです。まんちゃんの叫びで、横のベンチのおっさんが、もう一回言おうか、まんちゃん、あ、もう一回、もう何回も言わんでええっちゅうね。これは多分、まんちゃんってマンボウのことですからね。マンボウの処置、まん延防止処置、処置ですね。そうか、措置です。はい、すいません。のですね。あ、そうそう、この曲をね、次の曲を聴いてもらおうと思ったんやけど、この曲と全然私が思ってた曲が違ったんですよ。まあでもこれはマライア・キャリーの曲の中で、さっきの曲と似た曲があるようで、またあるあるでやらせてもらおうかなと思ったんやけど、ちょっと間違えた。まあ、調べ直してきます、また。これはこのまま聴いといてもらって。はい、すいません。ラジオネーム、あ、山さんありがとうございました。ラジオネーム、サントさんなんですけど、マンクボさん、お疲れ様です。番組復活よかったです。安心パパしました。安心パパってありましたよね。はい。メールテーマ、スンってのが、何が何なのか全くわからんですが、私を考えるスンは、韓国のチゲ鍋に、入るスンドゥブです。ちなみに、スンドゥブは、純な豆腐と書きます。あ、そうなんですね。へえ。なので、スンは、純、つまりピュアです。なお、私のピュアは、およそ5スンです。え？まあ、つまり五寸帽子です。ああ、はいはいはい。という以上、はい、ありがとうございます、サントさん。はい。
あ、だからスンってことね。はい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 。ごスン。あ、スンか。ちょっとごめんなさい。私が分かってなかった。すいません。はい、ありがとうございます、サンタさん。はい。ピュアってね、今日よう戻ってん。そうそう、そうなんですよ。でもやっぱ人間って結局ちょっと話がす、まあ、すんです、すんですんで、ピュアですんのツボにしますね、これね。まあ、ということピュアってことは素直っていうことなんじゃないかっていうのに、マンクボは思ったりとかするわけなんですけど、やっぱ人間ってほんまにね、かの松下幸之助さんも言うてるみたいにね、素直が一番なんですよ。結局素直が一番。何をするにしろ、素直で、シンプル。に考えれるっていうのが、まあ、生き方がね、やっぱこれが一番なんじゃないかなって、もう生きとったら、ほんまに曲がりくねって、もう、なんていうんですか、現実も素直に受け止めれない、もうねじ曲がった感じになっていっちゃうなって、まあ、その人間自体がね、自分自身がこうなっていっちゃうっていうのは、もうよくよく私もわかるんですけども、やっぱり素直でシンプル、もうこれにつきます。もうこの生き方が一番いいんじゃないかと、もう、常々最近ね、こう思ったりとかするわけです。はい、次のお便り。まあ別に、そういう話だっていう話。すんからのつながってのすんに行きました。すいません。トシさんかな、これはトシさんでいいんですかね。お便りいただいてます。初めてではないんですけど、まあ2回目ぐらいの、ありがとうございます。ハイサイ、はい、ハイサイですね。はい、ありがとうございます。夜中の地震に朝方まで豪雨と半端ない金曜日が過ぎ、今朝の那覇はどんでんちらっと太陽さん、気温21度、北北西 5.3 メートル毎秒。はい、那覇からさらに南、石垣島では日本最南端の海開きが今日です。あ、そうなんですね。早いですね。はい。拙者宅からチャリ10って呼んだらいいのかな、の波の上ビーチ、ちっちゃいビーチは4月最初の土曜日が海開き。ありがとうございます、としさん。あ、そうなんですね。海開きなんですね。もう、こっちもね、だんだんと、もうほんまに春めいてきてますけど、この間ね、ちょっと言ったかな。私も、沖縄にね、ちょっと、内緒で行ってきたんです。内緒っていうことでもないんですけど、あんまり大々的には。でも、ここで言ってたらもう一緒なんですけども、まあ、海の上ビーチ、あ、違う違う、ごめんなさい。波の上ビーチ行ってきました。はい、すごく良かったです。うちのね、元スタッフと、なんやかんやあって、突撃でちょっと行ってきたんですよ。3日ぐらいね。2月の15ぐらいから行ったんですかね。で、まあその時にその波の上ビーチ行ったんですけど、その時なんか寒かったんですよ、私らが行った時は。なのでちょっと残念やったんですよ。ちょっと曇ってて、本当めちゃめちゃ綺麗な海なんで、ぜひ皆さん那覇の一番本当に近い自転車で、本当に私が泊まってたホテルから、まあ、自転車で15分から20分ぐらいのとこだったかな、国際通りにホテルを取ったので、すごいなんか楽しかったっていうか、ビチビチすることはなかったんですけど、ちょっと風にさらされながら綺麗な海を見ながらっていう感じで、その後タコライスを食べながらっていうね、沖縄を満喫してまいりましたけどもですね。はい、次のじゃあ行きますか。次のあったあった、あ、はい、次の方、くだまのへいさんからですね。いつもありがとうございます。今日のツボすんって なんか正直つかめないからね、皆さんそうですね、すんってなんなんやって思うよな、私も思うんですけど すんって何か正直つかめないまま書いてますが、今日から世間は3連休。あ、そうでした。3連休でした。はい。土日祝はバチバチに忙しい仕事なんですが、今日もスンと仕事をこなして終わったら明日は休みなんで、スンと大阪市内に移動します。果物兵士さんです。ありがとうございます。大阪市内に移動するんですね。そうですね。だって3月21日で、まんちゃん会場になりますからね。だから、ぜひぜひね、ちょっと、出て行って、3連休までが、なのか。なかなかこう、まあ、9時まではね、お店も開いてますし、ちょっと人もこう、春めいてきてたくさん出ているんではないかっていう話ですけどもね。まあ、ありがとうございます。すんっていう感じなんですけど、誰かしておきました。ありましたね。はい、全日本マサーキさん。はい、ありがとうございます。カマンクボさん、つぼらの
皆さんこんにちは。この間のジャックさんのイベント、カマンクボーさんの話めっちゃ面白かったです。ありがとうございます。はい、今日も楽しい放送ありがとうございます。はい、すんすんっていう、これすんって終わったっていう風に解釈してよろしいでしょうか。ありがとうございます。全日本正明さん、全日本正明さんね、最近お便りなかったんで、あーちょっとなんかあれかな、なんか私悪いこと言っちゃったかなとか思ったりとかしたんですけど、全然楽しんでいただいててよかったです。そう、そのロフトプラスワンさんね、出させていただいたんですよ。南の、ライブハウスのようなところなんですけども、まあもうほんまに結構むちゃくちゃ言ってきましたね。本来あのラジオでは、あ、この間ね、そうそうそう、 FM 大阪さんもちょっと歌の宣伝で出させていただいたんですけども、あのやっぱりこんな言い方あれなんですけど、 FM 大阪さんはあのなんて言ったらいいんですかね、あ、言葉選ぶな、うん、選ぶ、厳しいっていうか、あ、そういう風になんかクレームとかいろいろ来たりとか、人のなんかこうあかんなとか思ったりとかすることが多いので、緊張するっていうわけではないですが、言葉の選び方がすごく慎重になるんですよね。で、あのパーソナリティの方もいらっしゃるしっていうのでなっちゃったりとかしたんで、ああもうカマンクボのいつもの調子でできへんなって思うんですよ。で、まあラジオ記者さんももちろんラジオなんで放送コードあります。だからあのそれは多少はあのもちろん言葉を選ぶんですけど、 今のようにね。だけどあの FM 大阪さんほどはではなかったというか、ではないというか、あのラジオ記者さんちょっと自由にあの自分のほのぼのこの全開でいけるんですよ。でプラスもっと放送コードがないところでは、まあ、もちろんそれは私の、中本のところはおせっかいっていうね、あのカフェ&バーの中でももちろん放送コードなんてないんで、自由にもっともっと喋ってるし、ロフトプラスワンさんも、まあ、ライブなので直接お客様が前にいてはるっていう方、あのこう、まあ、そういう形式なのでやらせてもらったので、すごくあのなんていうんですかね、自分の自由な感じで、まあ、自由が大好きなんで、カマンクボはあのこの間から言ってます、旅人のラブなのぶしぐらいの自由度がある人間なんで、まあまあ楽しかったなっていう。ロフトブラスワンさんももっとこの、もう一回いきますよ、まんちゃんのより全然あのもっと自由にねやらせていただきましたということでなんかもう一個追記できてはりますね。まんちゃんといえば昔 F1 レーサーのナイジェル・マンセルがまんちゃんと呼ばれてましたね。あ、そうなんですか。なんか私 F1 とかほぼほぼ見ないんで、そうなんです、ナイジェル・マンセルがまんちゃんと呼ばれてたんですね。わかりました、ありがとうございます。果物の平さん、全日本正明さんもありがとうございます。読んだかな、結構読んだ私今だいぶもう読んだんちゃいます、これ。あ、でもガンガンまだまだあの来てくださいね。え、何、まだまだありそうですね、ごめんなさい。お便り頼りなんで、今日はあの孤独のグルメとかをね最近見ましてですね、孤独のグルメ、まあまあ、あの おうち時間の時はねネットフリックスをカマンクボはいろいろ見てるんですが、そうそうそう、孤独のグルメをさ、あのやっと手をつけてみようかと思ってね見たんですよ。で、なんかだらだら流し見しながら見てたんですけど、まあシーズン3までこうもうずーっと2日ぐらいかけてね見ててね、その中でこう自分の中で、あ、これはいい言葉だなと思ったのは、まあ、もうこれよく言われてるんでしょうけど、あの馬を水辺までは連れて行けるけども、馬に水を飲ませることはできないっていうね。まあ、だからそのあんまりこうなんかこう流れに逆らわすみたいな、人のこう言うこと聞かすとか、そんなんやっぱ無理なんだなっていうのを、だからどうするねんっていうのは、なんか損じゃない感じでこう考えようっていうことなんかなっていう解釈に、まあカマンクボはなったんですけど、あともう一つすごくいい、あのガッツ石松さんが出てたんですけど、それはガッツ石松さんが言ってたのが、あの失敗しないことが一番の失敗だと。まあ人生失敗ありきで、そらうまいこといかん、自分の思い通りいかんっていうのがまあ普通やと思って、でもそれをだからといってなんていうんですかね、ひよっちゃってってあえて言いますよ。これも言おうか。ひよって、はい、ひよっちゃって、まあ失敗しないっていうことの方に足を踏み出せないと。そうですよ。このカマンクボの前を向けないっていう、前を向いてっていう歌を出したんですよ。だから、前を
向かない失敗しないっていうことの方が失敗じゃないかっていうね、まあこれはすごく心に響きましたね。あのシーズン3まで見てその2つだけかっていう話なんですけど、まあまあ流し見せたんでもっとあのいいことを言ってはるんで、 あとねやっぱり孤独のグルメ、お一人でこうご飯をあのお一人様ので、あの飲食店に入るっていう、あーだいぶ時間なくなってきた、喋りすぎました。もうまあね、そういうことなんですけど、そういうドラマなんですけど、まあカマンクボもですね、ほぼほぼ一人でご飯に行くんですけど、まあなんかみんなで行ってる時は、あの誰と行くかとか人とおる空間すごく楽しいんですよ。だからご飯がなんかこうその店の美味しい、まあ、例えばたまたま外れの店っていう言い方はおかしいですけど、あまり美味しくないお店に入っちゃったとしても、人とすごい楽しければ、その場がすごい、その料理さえも楽しくなる、あの美味しくなるっていうのもわかるし、でも一人で行くとすごい如実にその店の味がわかるんですよね。わかってしまうから、なんかほんまそういう店に入った時は、はあどうしよう今日残念やったって思っちゃったりとかねするんだよっていう、まあ、孤独のグルメを見たらそういうシーンもあるんですよ。2話か3話目ぐらいにラーメン屋さんに入ってみたいな、そのラーメンがあまりちょっとあのなんですかね、美味しくなかったっていう話もあるんで、まあ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 そういうね、孤独のグルメには付きものかなという話なんです。ガンガン来てます、ガンガン来てますね、ありがとうございます。あ、ラジオネームの、はい、サンタさん続きでした、ありがとうございます。波の上ビーチ分かります、近くには有名なステーキ屋さん、そしてまんちゃん、もといムフフなお店がいろいろあります。あ、そうなんですか。あ、ほんまや、そうかそうか、そうですね、結構多いですね。はい、私も思い出しました、サンタさんありがとうございます。はいはい、そういう街ですね、街、あの町ですね、はい、わかりました。次の、あ、山さんもあれ、2回目のまんちゃん叫びでヨーロメンチのおっさんを見ましたがスンとしてました、カンガナスンってなるようなところかそれって言うとってください。あ、今これ聞いてんか、スンってなるな、スンって、すいませんあ、スンの話全然してないやん、怖ー、もうスンの話でけへん、もうどうしたらいい。あ、ホリデスさんからもいただいてますね、ありがとうございます。今日からおっさん認定を取り下げて前向いてきてます。これね、この間ね、私ロフトプラスワンで言ったんですよ、私がおっさんと認定した人っていう話をしたので、これはもうあの内容はまたもしライブ出ることとか、もし私の店に来ることがあったら、その時に内容をお話しますね。このラジオでとても言えないお話なので、はい。この土曜日12時半は難しいですね。はい。次の、なんか、もう来たかな？結構コメント来てるのかな？あら、いただいてるんかな？こんにちはっていう、あの、メッセージをいただいてますけど、この、難しいな、これ。難しいですね。あ、こんにちは、ファイトっていただいただけか、ありがとうございます。インスタの方から、あの最後今かかっているのがマシンガーケリーの新しく出たやつなんですけど、愛っていう、愛っていう曲ですね。でも今日はスンでしたけどね、スンの話してないな。要は一番最初に言いましたやん、だからスンって下の意味もありっていう話で、マグロを釣るやん、ほんで、まあ、カツオでもええし、何でも、鮭でもええねんけど、まあ、まず釣った時は、まあ、釣るまでは、まあ、ビチビチするやん。で、釣られへん時もあるやん。まあ、釣れたとして、で、釣れてビチビチしてんのに、まな板にのした瞬間にスンってなるみたいな。そんな、まあ、時もあるやんっていう話ですよ。ね、そんな時ってどうすんねんっていう話ですよね。まあ、そんなし、まあ、なんていうかな、カマンコはそういうスンってなるタイプじゃないから、あの、ようわからんけど、でも世の中にはそういう人もおんねんなって。でもそれやったら、なんかその、釣るまでにビチビチしてんのおかしないってちょっと思ったりはするんですけど、それとそれとのそのテクニックはちょっと違うのかなっていう話をね、したかったんですよ。皆さん何言ってるかわかってるんかわかんない。こんなね、本当にあの、今災害とかね、戦争とか、まあコロナとか、もうすごい穏やかでない時代に何を言うてんねんっていう話なんですけど、まあでもね、これ私ね、だからあのそれに備えてね、まあ気持ちはスンってなるわけじゃないですか、そういう今ね、だからスンって刺しましたけど、その、ね、
それに備えてね、カマンコバはね、今ガスマスクを買ったんですよ。で、ついでにあの浮き輪まで買ったんですよ。なんかいろんなことに備えようと思う。ほんまはね、核シェルター欲しいんですけど、核シェルター今問い合わせがすごいらしいですよ。ね、まあでも核シェルターを置ける場所がね、正直ないんで、だからその、そういう意味ではもうマンションに住んでるから、ちょっとあかんなぁ思って、あら、あの、もう、あ、時間がこんな時間になってしまった。なので、ちょっと今日は最後の最後に、あの、もう一個聴いてもらいたいなと、もう一個じゃない、もう一回、あの、私の歌をかけてちょっと終わろうかな、なんて思っちゃったりとかします。あの、最近ね、ほんでね、あの、タイ料理、マッチングアプリでね、タイ料理食べに行ったんですけど、そのタイ料理がね、めちゃめちゃ美味しかったんですけども、辛すぎてスンってなりました。ということで、あの、来週もカマンクボのツボ、ぜひ聞いてください。今日はね、じゃあ、前を向いて2時かけて、あの、終わりますんで、聞いてください。4時から5時はワクワクブラックキャットタイム、略して BC タイム。ちょっと略さんといてよ、それやったら紀元前みたいやんか。ワクワクバースデーケーキタイム、もう間違ってるし。あー間違えた、ワクワクブラックキャットタイムやった、まあ、どっちでもいいわ、うん、とにかく聞いてね。聞けよ。ラジオ岸和田が午後1時をお知らせします。